へえ、ほう、そうなんだ。善逸、この部屋にいたのか。あ、炭治郎。熱心に本を読んでいたみたいだけど、何を読んでたんだ。ああ、これ催眠術の本だよ。催眠術？うん、相手を暗示にかけることができるんだって。この本にやり方が書いてあるんだ。暗示？どういうことだ？例えばさ、可愛い女の子に俺のことを好きになってもらったりとか。善逸、禰豆子に言いつけるぞ。ごめんなさい。でもさ、面白いじゃない。それに暗示にかかるのは短時間だったりもするから、一時的に誰かに催眠術かけたら面白いよね。人を操るみたいで嫌だな。操るなんて人聞きの悪い。何してるの。あ、かなお、本読んでるの。うん、これ。あ、それ知ってる。この部屋に前から置いてあったから。私も前に読んだことあるよ。催眠術、興味あるな。かなおも興味あるのか。うん、少しの間なら暗示にかかってみるのも面白そうだよね。面白いかな。善逸、試しに私に催眠術かけてみて。え、いいの、かなおちゃん。え、じゃあかなおちゃんが一時的に俺のことを好きになる暗示かけていい？いいわけないだろ。ですよね。炭治郎のやつ、そんなに声を荒げて。わかったわかった。じゃあさ、かなおちゃんが炭治郎をもっと好きになっちゃう暗示をかけよう。え？うん、じゃあそれでお願い。即答だね。はいはい、じゃあそれで決定ね。ではこの本についてる変な渦巻きの絵を見てもらって。うん。あなたは私の言うことを信じる。うん。怪しい霊媒師みたいだ。なんか頭がぼーっとしてきた。そんなにすぐ効き目があるのかこれ。あなたは次に見た男性のことを猛烈に好きになる。はいはい。ここでかなおちゃんが炭治郎のことを見て、炭治郎もほらかなおちゃんの顔の前に来て。お前らこんなとこで何やってんだ。うずいさん、うずいさん。え、あ、え、ちょっとうずいさん、絶妙なバッドタイミングで現れないでくださいよ。はあ、お前らのバッドタイミングとか俺の知ったこっちゃねえぞ。カナオちゃんが。カナオ、まさか。かっこいい。やっぱりカナオちゃん、最初に見た男性がうずいさんになっちゃった。どういうことだ。素敵な男性、音柱様ですよね。以前からお慕いしておりました。ゴーン。炭治郎、しっかり。おいおいおい、校長のとこに薬をもらいに来て、かまどたちの声がしたから覗いただけなのに、おかしなことに巻き込まれちまったぜ。あらあら、あの催眠術の本は真似するとこういうことになりかねないので隠しておいたはずですのに。確かに本棚の奥にありましたね。まあ仕方ないですね。カノーもそのうち元に戻るでしょう。戻るまで好きにさせましょう。好きにさせるってなんだよ。この俺の腕にがっしりしがみついてるつゆりをこのままにしておくってことか。仕方ないです。まあ相手がうずいさんでしたら心配もないでしょう。そこは信用しています。万が一カナオに悪さしようとしたら奥様たちが黙ってないでしょうし。人聞きの悪いこと言うな。
俺はここでゆっくりしてらんねえし、嫁たちが待ってるから早く帰らないと。ではカナオも一緒に連れて帰ってください。は？だってカナオがうずいさんから離れる様子はないでしょ。その催眠術はおそらく24時間以内に効果は切れますので、明日またカナオを長屋敷に返してくださいね。勝手なこと言ってやがる。音柱様、いえ天元様、私離れませんから。マジかよ、嫁たちになんて説明すればいいんだよ。私から一筆奥様宛ての手紙を書いてお渡ししますね。そうでないと修羅場になるでしょうから。俺何も悪いことしてないのに。そういえば炭治郎くんは？あー、ショックで一瞬気を失ってすぐ目を覚ましたけど、奥の部屋で寝込んでます。精神的ダメージが大きいって。そうですか。カナオのこんな姿を炭治郎くんは見ない方がいいですね。同感です。ではうずいさん、カナオをよろしくお願いしますね。はあ。ただいま。天元様。天元様。天元様、お帰りなさいませ。って誰ですか、その女の子は。天元様の腕にしっかりしがみついてる、見たことある子だわ。ちょ、天元様にくっつきすぎですよ、離れてください。ごめんなさい。怖がってるわよ。天元様の後ろに隠れちゃったわね。あ、もしかしてこの子、長屋敷の炭治郎くんと仲良しの子ですよね。思い出した、そうよそうよ、なんでこの子がうちの天元様にぴったりくっついてるのよ。この手紙を読んでくれ。虫柱の忍さんからだわ。何何、催眠術？カナオを一晩預かってほしいって書いてあるわ。暗示にかかっちゃったんですって、かわいそうに。まあそんな事情だからよ、24時間以内に効果はなくなるらしいから、申し訳ないけどお前らよろしく頼む。そういうことなら仕方がないです。カナオちゃんおいで、お姉さんたち怖くないわよ。怖い。マキオさん、怖がられてますよ。うるさいわよ、すまこんな年下の可愛い女の子、まるで妹ができたみたいね。はい、可愛いです。おいで、カナオちゃん。嫌です、天元様がいい。全然可愛くないです。まあ仕方ないわよ、天元様のことを好きになる暗示がかかってるんだもの。この子のせいじゃないわ。一日限定で4人目の妻ってことにしましょう。嫌です。嫌ならあんたをうずい家の嫁から除籍して、この子を正妻として迎えてもいいのよ。ひどい。ほらほら、喧嘩はほどほどにしろ、梅雨入りが怖がってる。カナオちゃん、仲良くしましょう、よろしくね。おいで、いろいろ家の中を案内してあげるわ。はい。ひなつるには懐いたみたいだな。ひなつるさん、ご飯が炊けました。ありがとう、かなおちゃん。じゃあ5人分をお茶碗に持ってね。はい。天元様の分は大盛りよ。はい。さあ食べましょう。え、いただきます。ってこれご飯盛りすぎだぞ。本当だわ。まあいい、俺は飯はいくらでも食えるからな。ごめんなさい。謝らなくていいのよ。そうだ、謝ることはないぞ、つゆり。うまいぞ飯。
作ってくれてありがとうな。かなおちゃん、どうした？食べないの？慣れないから緊張しちゃって。蝶屋敷もいつもたくさんの人はいるけど、食事をするときは姉さんとか葵とか女の人とがほとんどで、その旦那さんがいてっていうのは初めてだから。なるほどね。かなおちゃんもいつか結婚するんだろうし、旦那さんがいる生活を今日はお試し体験ね。旦那さんがいる生活、どう？うちの天元様は素敵でしょ？はい。即答ね。そりゃあそうよ、暗示にかかってるわけだし。天元様大好きです。私もです。あんたには聞いてないわよ。マキオさんがいじめる。ほらお前ら、早く食わないと飯が冷めるぞ。はーい。はーい。おいしい。なんだかここのお家もにぎやかだけど、すごくあったかくて居心地がいいな。天元様、お背中を流しに来ました。おお、いつもありがとうな。って、梅雨入りじゃねえか。お前は嫁一日体験だから、そういうのはやらなくていいから。だって、昨日は牧尾さんが、その前は雛鶴さんで、その前の日はスマさんが天元様のお背中を流したそうなので、今日は私の番かなって。いやいやいや、そしたら今日はスマを呼んでこい。私じゃ嫌ですか？嫌とかじゃなくて、おい泣くな、そういうことじゃねえ。誰か助けてくれ。驚いたわね。知らない間にかなおちゃんが天元様の背中を流しに行ってたなんて。天元様ったら慌てすぎて疲れたのか、お風呂を出たら倒れ込むようにお布団で寝てしまいましたね。私たちも寝ましょうか。かなおちゃんもおいで。はい。あら早いわね。そりゃ疲れたわよね。慣れない家に連れてこられたんだもの。あら、もしかしたら暗示が解けたの？24時間より早かったな。なんで私、おとばしら様の家に、しかも一緒に寝て？かなおちゃん、派手に天元様にくっついて寝てたわよ。ま、事情は道中で説明するとして、蝶屋敷に帰るか？送ってくぜ。かなお、うずいさん、炭治郎、無事に元に戻ったんだな。よかった。炭治郎、会いたかった。こうして再び炭治郎に会えた時に、昨日音柱様のご飯を盛り付けたり、お風呂で背中を流そうとした記憶が一瞬蘇って、もしかしていつか炭治郎とそういう生活をするのかな、なんて思ったの。なんでそんなこと思ったんだろう。今回のお話は面白かったかな？感想をコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。また会おうね。